さんこんにちは。今日はベージュをベースにキラキラと光るフレークスを乗せて、その上に黒でストライプのスタンピングをしていきます。手を動かすとキラキラととても綺麗です。クールな感じのネイルに仕上がったんではないでしょうか。それでは始めます。今日はバンドルモンスターの BM604 というプレートのストライプの柄を使ってスタンピングしていきます。スタンピングポリッシュはブラックを使います。ベースのカラーはベージュのネイルポリッシュを塗り、その上にクリアなフレークスを重ねてつけてあります。その上からトップコートをして完全に乾かしてからスタンピングを始めていきます。いつものようにスタンピングを始める前に液体のラテックスを塗って乾かしてあります。スタンピングのイメージが爪の端っこに揃うように、できるだけ狙いを定めてスタンピングを全ての爪にしていきます。全ての爪にスタンピングが終わったところでラテックスを剥がし、ブラシとアセトンを使って爪の周りを掃除していきます。爪の周りの掃除が終わったら最後はトップコートで仕上げていきます。これで完成です。黒が結構効いたクールな感じのネイルに仕上がったんではないでしょうか。それでは今日も皆さん見ていただきありがとうございました。